こんにちは、とよハッピーです。今回の動画はこちら、ニンニンアクションシリーズ03のキニンジャー、ニンニンジャーのイエローです。武器は3種類付属、忍者一番刀ガマガマ銃、カラクリ変幻の爪。今回のパッケージはブリスターパッケージです。さあ、中を取り出してみました。なんか手に持った感じは非常にちっちゃいですね。武器が3つ付属です。さあ、こちらの本体、キニンジャー、やけにマッチョなボディです。他のブルー、レッドもかなりマッチョです。パワーレンジャーの体型みたいですね。さあ、全身13箇所稼働ということで、かなりあちこち自由に動くんですが、戦隊稼働フィギュアは久々なのでちょっと比べようがないんですよね。ただライダーと比べると稼働箇所が少ないっていうのと、なんか簡素な作りかなっていう印象です。肩、肘、あと腕ですね。腕の手首ではない、ちょっと上の部分が回転します。指は完全固定、足は股関節と膝。いや、でも本当マッチョですね。ももの筋肉ムッキムキです。劇中と違ってかなりマッチョですね。忍び装束のようなコスチュームでしょうか。さあ、そして武器は3種類。まずは忍者一番刀、真っ黒でペイントなし。手裏剣は赤忍者手裏剣でしょうか。続いてはガマガマ銃、こちらも真っ黒です。ペイントなし、ガマガマ銃。続いてはカラクリ変幻の爪モードです。今後出る手裏剣が変形して武器になるアイテムですね。黄色い部分は成形色でツヤツヤです。そこに黒のペイント、腕は黒の成形色のパーツですね。手首は黒のパーツに塗装、拳も樹脂製ですのでちょっと強引に広げて武器を持たせる形になります。一番刀は本体に対して結構長めなのでかっこいいですね。続いてはガマガマ銃、劇中ではまだ青忍者しか使ってないですよね。これから本格的な仕様になるんでしょうか。みんなでゲロゲロ言うんでしょうかね。締めくくりのバンバンバンも楽しみです。足の裏には穴が開いてます。突起が出てる今後出る何かのアイテムと連動するのでしょうか。ちなみにライダーフィギュアと比べるとやはりスケールが小さいですね。価格も約半分なので作り込みもやはりそれなりですね。同時発売が赤忍者、青忍者なんですけれども、白忍者、桃忍者もぜひ出してほしいと思います。5人並べてやっぱり飾っておきたいなっていうのは思いますね。